第一、ただみ川橋梁は、福島県大沼郡三島町のただみ川に架かる、東日本旅客鉄道ただみ線の鉄道橋である。国鉄合図線の合図柳合駅合図、宮下駅間の延伸工事に伴って1938年に完成し、1941年に供用開始した。合図ひばる駅合図西方駅間の阿賀野川。 水系ただみ川に架か,かる全長174メートルの橋梁である。ただみ川に架か,かるただみ線の鉄道橋の中で唯一のトラス構造アーチ橋であり、三島町特産の霧の花と同じ薄紫色に塗装されている。また、ただみ川をま股にする本橋梁が水鏡となって川面に映る姿や、ただみ川の水面から川りが立ち、本橋梁を包む。 幻想的な景観が素晴らしい。バランスドアーチ橋単線上路、四季にヒンジスパンドレルブレースとバランスドアーチの形式であり、汽車会社製である。本橋梁は以下の構造を組み合わせたものであり、また鉄道用アーチ橋としての特徴でもある。島町は32メートル112メートル32メートルである。第一ただ川橋梁を渡る。 c 十一形状機器感謝メディアを再生する動画第一只見川橋梁を走る SL 只見線紅葉号只見川に架か,かる本橋梁は全国的に有名であり鉄道ファンやカメラマンの有名撮影ポイントとなっているまた紅葉時期には観光地案内として国内旅行会社や仙台支社の観光パンフレットに道の駅側の区定瀬トンネル上からの俯瞰図などの 写真が掲載されていることが多い。2012年より観光客や撮影者のために、区定瀬トンネル脇よりトンネル上の鉄塔付近までを、三島町が遊歩道、ただ見川ビューポイント遊歩道として整備している。また、道の駅には遊歩道の案内板が設置されている。ありがとうございます。